めったに見れない路上カメラが捉えた爆笑事件簿。皆さんこんにちは。車は私たちの生活をより便利により快適にしてくれます。多くの人は車が与えてくれる可能性に自由と喜びを感じるものです。しかし車の運転中には様々な危険が伴うことも忘れてはいけません。今回のビデオでは幸運にもカメラが捉えた信じられないような路上の出来事の数々をご紹介します。では始めましょう。こちらはベトナムで撮影された映像です。この女性は全財産に囲まれとても幸せそうです。スイカを運ぶならスイカの立場で考えないといけません。そして見た目だって怠ってはいけないのです。こうなってると美味しいスイカ選び楽ですね。でも一体何が起きたのでしょう。野生のイノシシがなぜか車にライバル心を燃やして競争を始めました。こんな時はどうすればよいのでしょう。車よりダチョウの方がイノシシの競争相手にふさわしいかもしれません。この男性は何か刺激を求めていたのでしょう。しかし相手がこれほど冷静で思いやりある人でなければ大変なことになっていたでしょう。最も安全な駐車場所というのはこういう場所のことです。交通ルールはどんな乗り物にも適用されます。もちろん自転車だって例外ではありません。自分だけは大丈夫なんて規則はありません。かなりクリエイティブな人が大切な愛車を守りたいと考えたらこういうことになるのでしょう。防御レベル最強です。まるで呪われた道路です。それ以外どう説明できますか。願い事をするときには細部まで正確にお願いする必要があります。そうでないと世間知らずな神様からはちょっと違うものが届いてしまうかもしれません。このトラックのドライバーは長距離ドライブで相当お疲れだったのでしょう。そうでなければどんな言い訳をするのでしょう。相当新しいもの好きのドライバーのようです。新しく敷かれたアスファルトにも一番乗りしたかったのでしょう。家にあったものでささっと作ったんだ。そんな感じの車です。しっかり走っているのが不思議です。このドライバーはきっと眠り込んでしまったのでしょう。ちょっとした水たまりだと思ったらはるかに深いことがわかりました。人生でもこういうことってありますよね。ランボルギーニのオーナーがこんなに大変だとは思いもしませんでした。意外にもガチョウは人一倍路上での安全意識が高いんです。運転手の気分が悪くなったのかと思いきやよく見ると運転席には誰もいませんでした。おっと立派な砂場ができました。子供たちは大喜びするでしょう。邪魔な車をどけるのに車の持ち主が戻るのを待つ必要などないのです。自分でできることは自分でする、これぞ自立した人間です。小さな車にこそ大きな夢が宿ります。このトラックのドライバーはボーリングの練習をした方が良さそうです。工夫次第でストライクにできたことでしょう。このトラックの運転手は動物を愛する優しい心を持っていないようです。車にしっかり保険がかかっていたことを望むばかりです。この手の映像を見るたびいつも思うことがあります。ドライバーは何を考えているのでしょう。この車ならあと 2,3 回落としてもきっと誰にもバレません。ちょうどいい椅子を見つけました。ちょっと腰掛けて一休みといったところでしょう。ロボットに変身できる車です。皆さんの多くもこんなおもちゃを持っていたのではないでしょうか。もちろんずっと小さいものですが、
なんとも奇抜なデザインです。まるでキャンピングカーのようです。クジャクを届けてくれるウーバーがあることはご存知でしたか？きっとチンパンジーだってお願いすればデリバリーしてもらえるでしょう。年齢を重ねても時代についていける人って素敵です。ほんの数メートルの差で悲劇は回避されました。幸いにも怪我人はいませんでした。間違いなく今まで見た中で最も奇妙な車第一位でしょう。まるで悪夢に出てくるような道路です。ドライバーはトラックの大きさを過小評価していたようです。でも綺麗な花火で後続車を楽しませてくれました。周囲のドライバーや歩行者を驚かせようと思ったのでしょうか。確かに成功です。驚きました。こんな格好の歩行者がいたらドライバーもうっかり運転を誤ってしまいそうです。このバイクの持ち主はついてませんでした。こういう感じなら洗車代わりになるとドライバーはむしろ喜んでいます。ここはダンスホールではありません。飛んだ重機の勘違いです。おやおや、シンデレラが靴を落としていったようです。残念、クリスマスの奇跡は起こりませんでした。乗るのが好きならたまには引いてあげることも必要です。人と車の関係もギブアンドテイクです。これは積みすぎのようです。この運転手の辞書には不可能という言葉は存在しません。のんびりと、しかも電話で話しながら道路を横断するこういう歩行者、こういう格好なら大歓迎です。いかがでしたか？今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたすぐにお会いしましょう。